彼は貢献したいと思っているんですよ。羽生結弦を10年支えるコーチが明かす原動力。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月4日に開幕する北京五輪。3連覇を目指すフィギュアスケートの羽生結弦、ANA には早くも高い注目が集まっている。五輪公式サイトは コーチを務めるブライアン・オーサー氏のインタビュー動画を掲載。ファンへの忠誠心がモチベーションになっていることなどを明かしている。五輪公式サイトがオーサー氏に独占インタビュー。2月4日に開幕する北京五輪。3連覇を目指すフィギュアスケートの羽生譲る。ANA には早くも高い注目が集まっている。五輪公式サイトは、コーチを務めるブライアン・オーサー氏のインタビュー動画を掲載。 ファン位の中精神がモチベーションになっていることなどを明かしている。2012年からカナダトロントのクリケットクラブでハブを指導するオーサー氏は彼のモチベーションは彼は勝つのが好きなんです。あれほど素晴らしかったら勝つのが嫌な人なんていないでしょうと語り続けてハブの原動力についてこのように明かした原動力のメインは彼はフィギュアスケートに貢献したいと思っているんですよ。それに 彼が最高であるとファンに見せるのが好きなんです。ファンへの忠誠心と男子ギュアを前進させ続けることが彼のモチベーションになっています。オーサー氏は、現役時代の1984年セライボ五輪、88年カルガリー五輪で銀メダルを獲得。タイラ・マサゴリン同メダリストのハビエル・フェルナンデス、スペインやバンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナ、韓国らを指導した名コーチが、約10年間指導してきたハブは、 男子シングルでは94年ぶりの五輪三連覇を目指す。ザ・アンサー編集部、羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。